今ですね、高知県の高知市にいます。高知といえば土佐藩ね、坂本龍馬で有名なところなんですけど、今ですね、広め市場っていう、ね、市場にいます。広め市場ね。で、これから今この市場をね、回ってこようと思ってます。本日平成26年2014年のね、11月の13日です。木曜日、回ってるんですけどね、魚ね、売られてます。で、こういうのを買って、で、席について食べたりもできるんですけどね、すごいね。店が結構あるんですよね。面白い。カツオのたたきが有名なんで、カツオのたたきをね、皆さん食べることをお勧めします。かなり美味しいですよ。で、店が結構ありますね、こんなですね。時間によっては閉まってる。まあ、こんな感じね。こっち側も閉まっちゃってますね。うん、賑やかなところ。店によってやってるやってないあるんでね。で、やってる店でね、選んできて、で、食べる感じ。こっちは閉まっちゃってる。行きましょう。で、席は割と自由なんでね、席ついて自分の食べたいものを頼んで食べる感じね。すごいね。ファミリーで来ていただいて、来たらファミリーでさっきあそこのヤイロというの食べたんですけどね。若い学生の子がこのほら市場の案内所がスタミナ野菜、ニンニク、結構繁盛してますね。こういうところをね、全国至るところに結構、ね、できたりしたんですよね。廃れたところが廃れましたからね。この広め市場、これだけに活気がついてる、すごいです。ね、見てください、この人だかりも、めちゃめちゃ人がいる。すごいね。まあ、サラリーマンが多いですね。あとは学生もちらほら見えます。すごいね。